皆さん、あけましておめでとうございます。おめでとうございます。ただいまから新春記者懇談会を始めます。進行は私、行政管理課長の小島が務めさせていただきます。よろしくお願いします。それでは、お配りいたしました資料によりまして、懇談会を進めさせていただきます。はじめに、橋本市長から年頭の所感を申し上げます。はい。皆さん改めて明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いをいたします。市民の皆様にもですね、それぞれ輝かしい新年を迎えのことと心からお喜びを申し上げます。さて、年頭の所感ということでありますけれども、まずは、3年10ヶ月になろうとしておりますが、復旧復興事業の推進、復興のモデル都市を目指してということで、この今年はですね、いよいよそのこれまで蒔いた種が一斉に芽を吹き出す、そういう時期を迎えたというふうに感じております。いわゆるその復興の実感というものも市民の皆さんにもしっかり伝わりつつある時期を迎えたというふうにも思っておりますので、さらに取り組みを進めてまいりたいと思います。特に最優先課題としてこれまで掲げてまいりました、市役所庁舎あるいは藤沼港の復旧、そして災害公営住宅の建設と、着実に推進が図れているところでありますけれども、藤沼温泉についてもですね、今年度失礼しました、来年度ですね、27年の4月、今年4月の営業再開に向けて今、山百合荘、そしてコテージ、三世代交流館などの施設について、整備を進めております。さらに災害公営住宅につきましても、市内4地区にですね、合計100戸の住宅を整備する計画で進めておりますが、東町地区については21戸、平成、今年のですね、6月末の完成を向けて順調に進捗をしているところであります。また馬町地区の11戸については、公募買取型災害公営住宅として、年度内、今年度内、3月末までにですね、入居を見据えた準備を図っております。さらに広報団地区45戸と山寺北団地23戸については、新たな試みでもあります施工予定者技術協議方式の導入によりまして、27年度末の完成を目途に整備を進めているところであります。また庁舎についてはですね、大臣の認定にあたって約2ヶ月遅れでですね、10月下旬から昨年の10月下旬から区有地工事に着手いたしまして、本体工事についてはですね、その遅れをできるだけ取り戻すように工期の短縮を図って最善を尽くしてまいりたいと考えております。でこれらの復興事業を推進する中でですね、当初から被災地の復興のですね、ぜひモデル都市になるような、そういう取り組みにしたいということを申し上げてきましたけれども、これらを具体化していくことを過程の中でですね、その成果を得ていきたいというふうに考えております。次に健康長寿の町を目指してということで、今年度ですね、健康長寿推進事業を推進してまいりましたけれども、これにつきましては健康長寿の延伸を目標の一つに掲げておりますが、市民一人一人がですね、健康への関心を高めて、心身ともに健康で元気な健康長寿者の街を目指していきたいというふうに考えております。でこの事業については県立医科大学の臨床研究イノベーションセンターとの連携事業ということで、さまざまな事業を今展開をしておりますけれども、検診、医療データなどを統合したですね、データベースの構築であったり、そのいわゆるフェローといわれる医師の皆さんのですね、研究の一環として、公立岩瀬病院に現在、6名の
医者さんがですね、医療支援ということで従事をいただいている状況でもあります。で、今後ですね、モデル地区を市内の、1地区になりますけれども、1地区を検討しておりますが、モデル地区を選定してですね、検診メニュー魅力あるものにしていくなどですね、この体制の整備を進めていきたいというふうに思っております。それとこのことに関してですね、食と健康のワークショップというものを開催する予定でありまして、今年の3月にですね、この食べ物から健康にアプローチする市民を対象としたワークショップを開催をしたいということで、次年度以降もですね、これらの取り組みについては継続をしていきたいというふうに考えております。次に、これまで取り組んできたイメージアップ戦略でありますけれども、さらにそれらを展開をしてですね、須賀川市の魅力向上を一層推進していきたいというふうに考えております。で、現在進めております仮称市民交流センター内にですね、いわゆる円谷英二監督のミュージアムを導入したいというふうに考えておりますし、さらに昨年リニューアルしました円谷幸吉選手のですね、偉業を称えながら、東京オリンピックに向けてもですね、本市としてこのスポーツというものも一つ大きな柱としてですね、イメージアップ推進の協議会すでに立ち上げておりますので、これらで協議を進めながらですね、この2人の円谷を中心にですね、本市ならではの地域資源を活用しながら官民一体となって本市のイメージアップ戦略を展開して魅力を発信してまいりたいというふうに思っております。で、すでにこのルターマンの各事業についてはですね、昨年もさまざまな取り組み、ナンバープレートから始まってですね、いろいろ取り組んでいるわけでありますけれども、今年度中にですね、松明通りの歩道にルターマン、そして怪獣を含めた4体のモニュメントを設置することとして準備を進めております。さらには先ほど申し上げたスポーツによる須賀川市イメージアップ戦略推進協議会、こちらの方でですね、ランニングの街須賀川を推進するということで、事業を協議しているところであります。これについては大企業の安藤会長を会長として、日本体育協会あるいはオリンピック委員会からですね、ご支援いただきながら会議を進めております。次に、地域の連帯意識の醸成と交流人口の拡大ということで、ありますが、国においてですね、地方の人口減少や東京の一極集中の是正を課題としたいわゆる地方創生を政策の中心の一つに掲げているところでありますが、我々須賀川市としてもですね、この地方創生の議論大変高い関心を持ってですね、期待も大きいわけでありますが、これらについて地方のさまざまなアイデア、そして努力をですね、ぜひ生かしていきたいというふうに考えております。で、その中で一つはですね、やはり人口減少も我々の大きな課題ではあります。そういう点で、交流人口の拡大というのが一つ大きな課題になっているわけでありますけれども、当然合併をしてですね、10年になるということもありますし、さらなる一体感の醸成はもちろんでありますけれども、これまでさまざまな形で交流をしてまいりました各地のですね、都市間交流というものを一層推進しながらですね、先ほどのイメージアップの取り組みと合わせて、いろんな成果が生み出せるようにですね、この交流の拡大というものをぜひ推進をしてまいりたいというふうに思っております。これまでの交流都市としてですね、大阪府の豊中市であったり、そして
いわゆる有効交流都市締結をしております神奈川県座間市、そして、町時代からの交流後が友好親善を結んでおります北海道長沼町、これらの各都市とですね、さまざまな交流を推進しながら我々の目指すべき方向性をしっかりと見据えてまいりたいと思います。で、最後にですね、新しい年を迎えて、そしてまた、震災からの復旧復興を進める中でですね、新しい須賀川の創造ということを念頭にあたって、考えているわけでありますけれども、まさに長期総合計画でも掲げている子どもたちが住んでよかった、住み続けたいという街づくりというものは、子どもたちのですね、笑顔あふれる街づくりであるということを目指して、今年は一層その加速化してまいりたいというふうに考えておりますので、市民の皆さんのご協力はもちろんでありますけれども、マスコミの皆さんのですね、ご支援も賜れれば幸いに存じます。私の年頭の所感としては以上でございます。